太陽衆書語の分布図西太陽衆書語及び中部、メラネシア書語セントマタイアス書語南東ソロモン書語、アドミラルティ諸島書語及び、ヤップ語手持ツ書語南太陽衆書語ミクロネシア書語、フィジーポリネシア書語チャモロ語、パラオ語、パプア書語は、太陽衆書語に含まれないので、黒い円にて示されている。太陽衆書語とは、オーストロネシア語族マレーポリネシア語派に属す、言語集団であり、 おそらく一つの祖語に由来する系統をなすと考えられている。およそ450個と語からなる。和社は、オセアニア島諸部の非常に広い範囲、すなわち、ポリネシア全域、メラネシアとミクロネシアに住み、人口は200万人を超える。最も多いのはサモア語で、ついで、フィジー語が多い。他に0万人、またはそれ以上の和社がいる言語としては、キリバス語、トンガ語、 タヒチ語、マオリ語、クアヌア語がある。かつて、メラネシア地域の言語が、メラネシア諸語としてまとめられたこともある。メラネシア諸語は、音韻論的に比較的複雑で、文法的には、秘書有物が類別されるといった共通点があるが、現在では、ミクロネシア諸語やポリネシア諸語を含めて、共通祖語に由来すると考えられている。メラネシア東端部のフィジー語などは、 ポリネシア諸語に近い。ポリネシア諸語は典型的な解音説語で、音韻論的にも非常に単純になっている。認証代名詞は3つの認証が区別され、数は単数、総数、複数のほか、算数を区別する言語もある。一人称総数以上では、除外型と包括型を区別する。分類については、諸説あるが、普通次のように分類され、 ご意図形学的研究も、ほぼこれを支持する。ありがとうございます。